ここの村人は五軍の動きを。はい。ここの村人はごく。この村人は。どうすりゃいい？
ようこそ。今後ともご贔屓に。ようこそいらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。助かったなあ。かあ。へは記憶に刻まれる。成功してよかった。いや、立派立派。何か？実は、いや、失敗は記憶に刻まれる。成功してよかった。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。
ああ、もう。感謝します。ここの村人は五軍の動きを目撃。やっ。失敗は記憶に刻まれ、成功してよかった。ええ、立派立派。これで一通りの情報は集まりました。では私は皆様にお伝えしてきますね。それはこちらのセリフだ。君たちには華々しくご退場いただこう。
俺の活躍の場残しといてくださいよ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。中隊の援軍を無駄にはすまい。自分たちの意地、今こそ見せる時だ。何人集まろうと関係ない。猛徳の道を開くため、貴様らを撃つのみ。戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。このまま勝利を重ねればきっと。おお、お前の戦、並大抵ではないな。熱してあげる。するまでは。強いな。気を引き締めて戦え。一緒に落ち着いて。よっ。
なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。呼び込めるな。この船着きは魏軍が使わせてもらうぜ。の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。赤壁で大敗したことをもう忘れたのかい。残念なら俺も思い出せず。あの戦を忘れたことなどありません。赤壁の雪辱、ここで果たします。こっちを譲ることはできん。何としても俺が守りきる。しましょうか。
調子で行けよ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。よっ。もはやこれまで。
剣様、申し訳ありません。敵将討ち取った。このまま勝利を重ねればきっと。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。
活躍の場残しといてくださいよ。負けちゃった。尊敬様、守らなくてごめんなさい。このあたり危ない気がします。私たちが守らなくては。いざに進んで。影響とこの勢い果たして止められるのか。いや、絶対に止めねばならぬのだ。父上、兄上から託された志、守ってみせよう。よし、ここで防御体制を取るのだ。石膏より連絡。南より敵援軍接近。殿、
このまま5を制圧する。あと一歩攻めきれなかったか。だが合肥に撤退する。全軍に周囲を失ったばかりで動揺しているかと思ったが、敵ながら見事な戦だった。周囲なくとも孫権の しかし孫後の被害は甚大です。主要な将の力も知ることができました。赤壁の雪辱は果たしたと言ってもいいのではないでしょうか。そうだな、満足のいく成果では。魏の置かれている状況は決して楽観視していいものではありません。やっと漢中に着いた。おいおい、なんだ息子、もうへばってんのか。よし、ちゃっちゃと艦中を取っちまうぞ。親父の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。敵の要衝は内心って評判だ。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。
Thank you.
戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。いよいよ来たか。感じ。を守るため戦わねば。将が落ちてしまったのか。やはり魏軍に勝てる見込みなどないか。なんとか魏の将に接触できないか。そうすれば寝返りの算段も。遠藤山が陥落しただなんて、もう勝ち目はないんじゃん。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。中の要、貴様らなどに落とせるものか。勝利を重ねればきっと皆の規範となるようこれからも精進せよ。
軍団だけが孤立してしまったか。それがしは一人になろうと最後まで戦うのみ。傭兵官が落とされた。嘘だろう。やっと戦線を突破できましたな。いざ進軍を開始いたしましょう。よし、自分はこの道を使って艦中に進む。敵陣まで一気に駆け抜けよう。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。私は長老軍の将楊将様の部下。きっと悪い話。よく来てくださいました。長老に見切りをつけた直後に現れた義軍。これはこのことは誰にも言っておりません。故に長老無論先立つ者が必要。おやおや、こんなにもいただけるとは。このご恩きっと報いてみせますぞ。ではあの要所の門を開けてみせましょう。きっと驚かれると思いますよ。このことは絶対に長老軍に漏らさぬよう、よろしくお願いしますよ。記憶に刻まれる。成功してよかったわ。感服つかまつった。これぞ武の神髄。
長老様、楊将でございます。敵は漢中の火攻めを画策しております。はい、そこで城門を開け放ってはどうでしょう。敵は策とをもって近づかず、退路も作れます。要衝を落とされた今、大胆な計が必要か。その策を信じよう。兵よ、門を開けるのだ。孤立したところを狙われたか。覚悟を決めて挑まねばなるまい。そなたは投降を進める使者か。投降する。兵の士気はそ。よかった、死なずに済んだ。宝徳様、俺たちの命を一番に気遣って、自分の立場もあるのに、なんと寛大なお方だ。記憶に刻まれ、成功してよかった。
よっ。
魔防下に寄っているのだ。負けることはあるまい。切れて。あの辺りが狙い目でしょうか。とりあえず行ってみましょう。まさかこの幼少が。カウンターのダッシュに成功。我が軍の有利間違いなし。逃がさないわ。いい気持ち。このまま勝利を重ねれば。あの辺りが狙い目でしょうか。とりあえず行ってみましょう。行きますよ。敵の要衝を私たちが華麗に奪うのです。行くぞ。敵の要衝を落とすのだ。敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。よし、行っとくか。あの辺をいただいたぜ。戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。熱してあげる。幼少の策、生かしきれなくなった。この戦、いよいよ厳しくなってきたな。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。よーし、行っとくか。あの辺をいただいたぜ。もはや抵抗はせぬ。どうか民には手出ししないでいただきたい。やったな、父さん。これで艦中は俺たちのものだ。あや、ご苦労だったな、息子よ。いい初陣だったぞ。花房館が落とされたって。俺たちもう逃げた方がいいんじゃないか。そうそうだな。加工殿、加工園。
ついに。さて、劉備どもを追っ払うとするか。この漢中は絶対守り抜くぜ。玉軍の士気はかなり高い様子。花公園将軍、ここは慎重に参りましょう。この漢中が必要。さっさと譲ってもらうとしよう。ここは義にとっても用地。私の命に変えても守り抜く。報告、褒美の酒盛に破損があるとのことです。おいおい、そういうのはしっかりしとけよ。めしゃね、ちょっくら俺が直しに行くか。なんで敵の大将がこんなとこに。なぜかしらねえが、やつを倒せば大手柄だ。こら、俺は坂麦を直すんだっての。誰か、俺の周りの敵を追い返してくれ。諦めたか。このまま勝利を重ねればきっと。おお、頑張ってんだ。その調子でいけよ。
この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。機は熟しました。トラ戦車部隊、進軍を開始してください。月英殿からの合図があったぞ。トラ戦車部隊、進軍開始。くそ、俺としたことがまんまとはめられたか。よし、ここで防御態勢を取るのだ。逃がさないわ。そろそろ。いい気持ち。戦車を始めてください。よし、諸葛亮殿の合図だ。みんな、敵軍に矢の雨を見舞ってやれ。どうするな。慌てては敵の思うつぼだ。油断しましたね。歩兵部隊、今です。ようやくの出番ですね。さあ、ここから暴れさせてもらいますよ。奇襲か。チェ、正面から勝負に切れがれってんだ。これ以上、ヒエテ方面様、申し訳ありません。月影が引きましたか。少々無理をさせてしまった。私としたことが。ここで計算をたがえたのでしょうか。いらっしゃいまし。
後ともご贔屓に。このまま勝利を重ねればきっと。そうそう、いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。よっ、いいもの揃ってますよ。ありがとうございます。いいもの揃ってます。ありがとうございました。ふっ。ふっ。いらっしゃい。
消えて。困ったぞ、ミキャラ交換しようね、相手ぞ。スピラーヤオハラディ。潔を突き抜いて。この俺、この矢の雨では身動きもままならん。逃がさないわ。よっ。いい気持ち。私の遅れを取るとは思うんだよ。ここは出直すしかないわ。遺産の血液症打ち取った。このまま勝利を重ねればきっと。ぶちのめしてやら。その粗暴な戦い方、薄いですね。せめて散り際は私が美しく彩りましょう。このまま勝利を重ねる。きっと。
けたわ。バッチョ、もうお前を逃がさない。何、短期で突撃してきただと。どうして押し潰すぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。役目は果たせたけれど、一番欲しいものは手をすり抜けてしまった。これ以上は厳しいよ。というわけでさよなら。このまま勝利を重ねればきっと。お見事、見せつけてくれますな。敵の要所を叩く。よっ、地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。なんと近くに敵が。みんな、義の軍勢を押し返すのだ。よっ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
示してあげる。なんと壮麗な戦ぶり。艦中を奪いぬとは無念。今は引くしかあるまい。やれやれ、やっと諦めやがったか。はあ、まあこれで一安心ってところだな。天命、帝軍山の本陣に敵襲。敵将は甲虫の模様。なに、あのじじいやりやがるぜ。俺が行く。息子よ、ここは任せたぜ。ちょ、父さん待ってくれって。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。まさか、か劉備は帝軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き、艦中を奪い返すぞ。今回の殿は張り詰めてるね。状況はまるで違うが、炎上を思い出すよ。支えられ、導かれ、ここまで来たのだ。この大使、必ず貫いてみせる。敵の要所を叩く。
しません。私とトラセンチャが相手となりましょう。負けるかよ。ほら、相手の勝負には覚えがあるんでな。熱してあるな。私のトラ戦車をものともしないとは。かえって強化案を考えることにしましょう。敵将討ち取った。このまま勝利を重ねればきっと。今頃俺も本当にありがとうございます。この勢いは生かせぬ。超資料が相手となろう。超不足はない。総分裂受けて立とう。失敗は記憶に刻まれ、成功してよかった。立派立派。逃がさないわ。いい気持ち。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。
さあ進軍だ。いざかの地へ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。できた弾力は認めよう。だがその程度で動じる俺ではないぞ。どうして思うように体が動かないの。目の前に清涼の死神がいるのに。勝利を重ねればきっと。様の邪魔する気だな。そんなの絶対許さねえぞ。
ああ、なんと壮麗な戦ぶり。天下のためには艦中が必要だ。さっさと出て行ってもらうぜ。俺の命に代えてもこの地は譲らん。先に行った縁のためにもな。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。勝利を重ねればきっと。何を召し上がりますか？中は渡せぬ。民のため、皆のため、必ずや退けん。防御に当たるとしよう。
高祖ゆかりの地を追われると。だが私たちの道はまだ終わりではない。さあ行きますよ。敵の要衝を私たちが華麗に奪うのです。天霊、繁盛が関羽の軍に包囲されました。ここまではわしの絵図通りか。ならば漢中にもう用はない。なんとそういうことですか。漢中の餌に関羽を釣るとは、さすが曹操殿だ。漢中の戦は関羽の動きは間違いなく劉備の艦長。兵らの報告を集めたが、まずは繁盛を奪回する。城を守る関羽の子関平を討つのだ。ようこそいらっしゃいまし。前線にいる。戦況だが、何としても勝たねば。はっ。
なとこは潰しちまうか。お前らついてこい。待て、トリコン。葬儀への反乱に加担せぬならお前も撃つ。また戻ってくるか。従軍との合流が果たせぬ。助かった。礼を申しますと、反乱など企むべきではなかった。黙って宗神殿に従っていれば。勝利を重ねればきっと。お見事、見せつけてくれますな。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。葬儀にはもう従えぬ。山賊と手を組んでても反響を広がやさん。ねじ伏せられるとは。このまま勝利を重ねればきっと。やっ、おお、素晴らしいご活躍。
コーンの反乱は鎮圧しましたが、このままでは。オラ、ありがとうござる。よっ。大それたことをしちまった。このままじゃ暮らしが。そうおっしゃるなら。俺一人だけ。そっちが、本気で。もう一度皆様を信じてみます。どうかよろしくお願いいたします。これで反乱は完全に鎮圧できた。繁盛での戦に集中できるな。失敗は記憶に刻まれ、成功してよかった。皆の規範となるよう、これからも精進せよ。よっ。申し上げます。包みの一部が壊れかかっている模様。川が氾濫し、水が溢れれば被害が出る。すぐに修理した方が良さそうだ。承知しました。
ここまで来れば大丈夫です。ありがとう。して攻めることができよう。失敗は記憶に刻まれ、成功してよかった。強敵だな。だが拙者も軍神の子、ここは引けぬ。みんな気を抜くな。父上より託された繁盛を死守するんだ。前線に兵糧を届けたいが、ここから直接運ぶには遠すぎる。ならば幕城の中操堂に兵糧を送れ。そこから前線に届けられるだろう。よし、ここで防御態勢を取るのだ。熱してあげる。敵の痛いところをついておくか。狙うあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うあの地だ。行くぞ。やった。繁盛を守りきれなかった。これで終わりではない。敵はあえて引いたようにも見える。気にはなる。ひとまず城は奪回できたか。敵将討ち取った。やられたな。どうしよう。
宝徳が死に、切り開くため、軍神関羽を討ち果たさん。包みを修繕したのは功を奏した。少し防ぐことができた。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。いかな苦境にあろうとも諦めぬ。生きて兄者のもとへ帰り、誓いを全うせん。よっ、申し上げます。リーホー様、毛沢様より援軍が来着。俺は心強い。いざ、共に敵中を突破せん。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。あの地を抑えるぞ。進め。進軍せよ。惑わず、ひたすらにかけるのだ。よっ、敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。兄者のため、必ずや生きてこの地を脱出せん。逃がさないわ。いい気持ち。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。しかも捕らえることになるとは。兄者、申し訳ござらぬ。よっ、ついに追い詰めたか。みな、関羽を包囲せよ。
Thank you.